はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、サムネにもあるように、なんと竹焼翔さんとのコラボ動画でございます。いいよ。竹焼さんの動画をご覧になっている皆様であれば、なんとなくね、企画は察してるかと思うんですけれども、竹焼さんはよく大食い YouTuber と一日ね、同じ食生活をしてみたという、めちゃくちゃ過酷な企画があるんですよ。今までですと、もう本当にね、いろんな大食い YouTuber さんが一日ね、すげえ量を食ってて、よくね、大食い企画はやっておりますが、基本的にはね、普通の方なので、めちゃくちゃ大変なね、大食い YouTuber と合わせるという、企画をやってるみたいです。ただまあ僕はね、基本的に撮影がなければ食べれないので、そんなに辛い一日ではないとは思うんですけれども、まあ僕のね、視聴者様でも普段撮影以外でどれだけ食べてるのとか結構ご意見いただいてるので、本当に今回はね、普段生活しているリアルな一日の食生活が見れるかなと思います。でこれからまあこのね、見た目の通りジムに行こうかなと思っておりますので、ちょっとね、お腹に入れていきたいなってことで、このサラチキと、まあ、さらに追加でね、お水飲んでいこうと思います。サラダチキと水、完食させていただきました。くせした。ということで、ただいまですね、ジム終わりました。ジム中に飲んだのはこちらの水2本のみでございます。この後は帰って、でプロテイン飲むぐらいか。飲み物はちょこちょこ取ると思うんだけど、詳しくはね、ぜひ竹焼さんの動画で見てみてください。ということで、ただいまですね、ジム帰宅後休憩させていただきまして、そろそろ自宅を出てね、お店の方に向かおうかなと思っております。2時間超えのお店を行く際には、だいたい僕道中で 1.5 リッターから2リッターぐらいの水分取るんですよ。なので今日ももちろんですね、こんな感じのラインナップを購入してお店に向かおうと思っております。それではね、早速お店の方に向かいたいと思います。はい、ということで、ただいまですね、2代目エゾさん到着しております。本日はですね、おなじみのこのエゾさんで竹焼さんとご飯食べていこうと思うんですが、1日ね、大食いと同じ生活ということで、気にせず食べたいものをじゃんじゃん頼んでいこうと思います。もうすぐね、竹焼さんも到着すると連絡いただいておりますので、もう少々ね、待ちたいと思います。はい、ってことで、ただいまですね、竹焼さん到着いたしました。よろしくお願いします。はい、竹焼です。よろしくお願いします。お願いします。今日もじゃあ大阪からこっちは直行した感じですか？そうですね、合計5時間ぐらいかかったそうですよね。で、移動中に何本水飲んだかなっていう自分でも引くぐらい、人に勧めちゃいけないぐらい水分取ってもらったと思うんですけど、はい、食えますこの後なんかそこが気になってたんですよ、はい、これだけ大飲みした人って食べれるのかな。多分合計4、5リッターぐらい飲まれてますよね。まあ行ったんじゃないですか、ね、いや、やばいですよね、はい、なのでちょっと今回やばいと思ったんで、兄弟の方に手伝ってもらって、はい、今したんですけど、食らいつけるとこまではギリギリまで行って、あれそれでもちょっと大丈夫なように持ち帰りできる、テイクアウトできるお店を選びましたんで、ありがとうございます。無理せず美味しく食べれる範疇でありがとうございます、はい、食べてもらえたらおすすめバーッと頼んじゃってもいいですか？ああ、もうもちろんありがとうございます。いや、すいません。はい、すぐ食べます。はい、今日聞こえめたのに、ひとまずで、あ、ひとまずで、はい、オッケーオッケー、分かりました。はい、あ、なるほどね。一人前そんなのでしたっけ？はい、あります。でもチャーハンです。どこの国の一人前ですか？並盛りですね。え、これで出来たて食べちゃいますか？はい、はい、行きましょう。すいません、いただきます。じゃあ、いただきます。チャーハンからいきます。チャーハンいきます。ありがとうございます。ラスカルさんのファンからしたらもうちょっとバグってんじゃないですか？あ、そうです、麻痺してるんで、みんなこれ絶対少ないと思う。そう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 、体めちゃくちゃ多いからな追加来ましたね。ちょちょちょ、餃子です。さみだれ式なんや食べますか？じゃあ、はい、はい、行きましょう。いただきます。いただきます。あっ、あっ、あっ、あー、うまっ。うん、まあいいな、こういうなんか下町の中華料理屋、懐かしい感じですよね。一番好き。うわ、うまっ。この味に3時間かけても来たいっていう部分なんですよね。3時間ってすごいねびっくりするのが、はい、同い年なんですよ。実はそうなんですよね。同級生同級生
ゴリゴリ同級生ですよね。同級生ってレベルじゃなくて、誕生日ほんと2週間違いぐらいですよね。ぐらいで、年上と思ってました。絶対僕見えないですもん、30。あ、ダブルでーす。ありがとうございます。ボスが来た。ボス来ましたね。これで2人ってことですか？これで1人ですね。いや、おかしいですね。ありがとうございます。これで完璧に料理出揃いましたね。一旦、はい、はい、一旦じゃないわ一旦とかじゃないわ。一旦で揃いましたね。デカ盛りと違っていつも量分かってるじゃないですか。デカ盛りはこっち分かんなかったんでいろいろ頼みましたけ ど、 なるほど。やっぱこの光景見るとめちゃくちゃ多いですね。めちゃくちゃ多いな。ごちそうさま。はい、せっかくたけやきさんとラッちゃん来てくれたから、はい、俺から愛情新メニューなんですよ。ぜひ召し上がってみてください。ああ、はい、増えました。ああ、なるほど。これはありがとうございます、本当に。とんでもない、とんでもない。はい、ちょっとうまく笑えないんですけどありがとうございます。ここ品数もありすぎるんで一緒にというよりかは、まあ、食べたい順で本当に楽しんでいただきたいので、はい、そうですね。はい、ちょっと好きなように食べていただいて、残っちゃったらもう持ち帰りで。そうです、持ち帰りできますんで。わかりました。はい、食べましょうか。はい、はい、ありがとうございます。いただきます。絶賛されていた唐揚げ、いいですか？あ、もうぜひ唐揚げを。あ、でかうまっ！よかったー。この下味結構独特ですよね。初めて食います。ラーメンとかもちろん出してるので、はい、そういうタレを使いつつ衣自体をすごくこだわってるみたいで香りがいいんですよね。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいですよね。すごっ。感動した。食い切れるんですか？まあ多分食い切ることは全然できると思うんですけど、この店だと6キロとか8キロとか、はい、とんでもないデコ盛りが出てくるんですよ。それに比べたら、まあ、まだ軽いのかなっていうところで、油断したらなんか水が上がってくる。上がってくるっすね。ただ味がマジうまい。唐揚げマジうまかった、うん、最近は大体持ち帰りさせてもらうんですよね、唐揚げとかを。だからもう本当に多分出来たて食ったのが1年ぶり以上だと思うんですけど、実際に食うとこんなうまかったっけって。うまっ、どれぐらい食ったらすごいとかってあります？油もんとか揚げ物が多いので、はい、昼間あんだけ飲み物飲んでますし、1キロも食ったらすごいと思いますけどね、正直。よし、頑張ろう頑張ろう。これ何キロあるんでしたっけ？これ 2キロか。多分唐揚げとこのキャベツ込みで2キロぐらいになると思うんですけど、唐揚げに関しては下味も濃くないので思いのほかペロッといけたりしますね。意外とあっさりですね。あっさりしてます、してます。すごいな。俺1キロぐらい食ってんねん。でも絶対無理と思ってたよ、水でやばかったから。意外と水でお腹いっぱいでもしょっぱいもん、まあ、欲してたから、うん、しょっぱいもんめちゃくちゃ欲してると思います、体が。そうなんですよ異様にうまいこの人の動画楽しいなと思った見てた方が自分が好きだと思うお店に来てもらって、自分の好きな料理食ってもらってうまいって言ってもらえるのめちゃくちゃ幸せですね。いや、見たこと、もう本当に光栄ですわ。ラスカさんみたいなこう大船プロの方が推す飲食店って間違いないから、誰に聞くより一番信憑性ありますからね。みんな人よりもうまいところは知ってますね。あ、やっぱそうですよね。チャーハンは食べ終わって、唐揚げも残り最後1個ですね。うん、ちなみになんですけど、はい、僕今日これ食うじゃないですか、はい、明日テレビの撮影があって5キロちょいぐらいのチャレンジメニューを食べます体の構造が違う全く2キロぐらいの頑張る大食いが2日連チャンで入ったらいけますか？次の日は大体もうゆるいやつです、はい、あんまそういうの関係ないんですか？リセットされるものなのか。基本的には僕も入れないようにはするんですけど、あ、どうしても避けられない時もあるので頑張りますって感じですね。頑張りますできるのがすごいなさすがにね。うん、もうさすがにの量とかでもチャーハン全部食べきります。うわ、すごい。チャーハンと唐揚げ8個やから
1.5 以上とかじゃないですか。普段の大食い企画ぐらい食ってるんじゃないですか。ぐらいはやってるかもしれないですね今僕が言うことじゃないですけど、はい、過去一辛いですね。過去一ですよ。篠健さん超えました。過去一ですよ。手数の多さ、はいはい、食べ物だけじゃなくて飲み品数の多さ、はい、圧倒的距離あの疲労感も含め疲労感も含め大阪から5時間移動するたびに飲み物飲んでたからフレッシャーみたいなとか貴重な体験させてもらってるな。ラスカルさんに取れたかって意味じゃ多分すごいと思うんでマジで助かります。チャーハン完食しました。すごい。これ頑張りました。頑張りすぎました。過ぎてます。今日は持ち帰りできるんでいろんなもの頼んで一口ずつぐらい食べていただいてあとは持って帰っていただければいいかなと思ったんですけど完食する品が出てくるとは思ってなかったんで。いやもうちょっとそれぐらいはこの時点でなんだかんだ2人とも今日1日で6キロぐらいは何かを摂取してますね。そうです。体重の変動が怖い。いやでも逆に言うと楽しみ。もし仮に僕が大食いじゃなくて逆だったとしたらこの企画絶対やりたくないですね。絶対やりたくないです。それを分かってくれる視聴者さんがいたら嬉しいな。今横で食べてて、はい、大食い素質みたいなものはあると思いますよ。もうこの僕らも大会とかなんかあのきついところからいかに食うかっていう頑張りなので、はい、きついけど頑張ってるっていうことができるってことは素質としてはあるんじゃないかなと思いますけど。わー嬉しい。言ったら今日あの水の量だとまあ1日で無理やりデトックスした後に回復食なしでこれ食うみたいなことするんで。そうなんですよ。多分普通の健康状態ではない気が。マジでこの時間のガツは全然美味しいしお腹余裕なんですけど飲み込めないですね。油的に最初に食うべきだったね。あー10万とかもありますもんね。うん、ちょっと僕最後はあの味噌汁なんですけどこれいただいたらもう完全に僕は完食ですね。はい、返しに元気もないですね。はいどうぞ。いただきます。完食です。じゃあ、ラスカルさん、はい、完食、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ちょっと残った分は持ち帰りして、はい、責任持って食べて何キロ太ったかっていうのをそこはしたいと思います。自信持ってチンしても美味しい料理なので。ああよかった嬉しい。はい、もうぜひ持ち帰って楽しんでください。はい。ありがとうございました。本当にありがとうございました。ちなみに、はい、今腹って何分目とかってあります？正直言っていいですか、はい、胃だけで言ったら、はい、5いってないと思いますね。無理。一生勝てん。一生勝てんこの人には。いやきついっすよね。きついっすね。すごすぎる。じゃあちょっとタッパーに包んで。そうですね。